大木町京子は日本の女優である。ハイティンの頃に新東宝の脇役女優としてデビュー、三原洋子、万里正代に続く第三のグラマーとして売り出された。同社倒産後は大倉映画で成人映画を中心に主演、黎明期の成人映画界のスターであった。役ザ芸者で映画監督としてもデビュー、日本で初めての成人映画界の女性監督として知られる。 1940年11月、愛知県に生まれる。新東宝に入社、満19歳になったばかりの1960年1月13日に公開された、小畑絹子の主演作、冷戦の女郎軍』に夜の女役で出演して、映画界にデビューした。ただし、東京国立以降、同社が倒産する1961年8月31日まで、同社に在籍し、 早く脇役出演を続けた。主演女優ではなかったが、小説クラブや読み切りクラブ等の小説誌の関東口へ、グラビアページに写真を掲載するプロモーションが行われた。大倉光社長就任以降の同社後期の看板女優であった、グラマー女優の三原陽子、万里正代に続く第3のグラマーとして売り出され、認知を広げる過程にあった。同社倒産以降、 同社の企画者であった佐川博士が佐川プロダクションで制作した黒と赤の花びらに出演。同作は新東方配給の後ろ身である大宝が配給し、九百六十二年一月十四日に公開された。同年一月、新東方の社長であった大倉三次が大倉映画を設立。大木町は協立映画が制作し、大倉映画が配給した成人映画。 肉体の史上に出演、同作は同年2月27日に公開された。同作は後にピンク映画第1号とみなされた作品である。同年4月7日に公開されたオクラ映画の大作、太平洋戦争と木ゆり舞台にも看護婦役で出演したが、以降、成人映画に多く出演、好意の果て、常温の渦、女のもだえ、素肌の女、肉体の皮、 女体標本等に主演した。肉体の皮は、木又隆史隆史の監督デビュー作である。日本映画発達史の田中純一郎は、同社の中で黎明期の成人映画界の主な出演者として、大木町の名を筆頭に、立花の稽古、城山道子、内田隆子、香取玉木、新高稽子、松井安子、西明美、朝日陽子、香取小杖、花村明子、森美紗、 湯川美みさ、みつおかさなえ、みかなこ、有川かわ里見う、さ川みこうじ、かわべおさむし、さえきひを挙げている。大倉のじて大見としろうの監督作、その結婚意義ありや、東京オリンピックオンドレないとくだね合戦、この道赤信号しをとで、大倉映画以外の一般映画にも脇役出演も、している。連続テレビ映画にもゲスト出演しており、 新東方出身の石川義弘がメイン監督を務めた第七の男の第十は夜の穴に出演、同作は1964年12月29日に放映された。満25歳になる1965年11月、島美春を主演に成人映画、ヤクザ芸者を監督、映画監督としてもデビューするが、同作が最初で最後の監督作になった。 レポライターの鈴木義明、イギリスの日本映画研究家のジャスパー・シャープによれば、大木町は大倉三次の愛人であったといい、シャープは大木町の監督デビューは大倉による特別待遇であると指摘している。翌1966年には引退した。小竹大船撮影所出身の川口信が、東映京都撮影所に移籍した時代に、大木町稽古あるいは、 大木町慶子と名乗っており、これを大木町京子と混同する資料がある。クレジットは監督作を除きすべて出演である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。ユーモア画報11月号の大木町。国立国会図書館蔵書等に見る書士である。ありがとうございます。